さあ今夜も始まりました、スパロボ実況でございます。これだよね、うん、V ガンの後だ。さあね、どうしたもんかな。バイオセンサーがあるからね、あれ誰かにつけよう。言うてでも V ガンダムがってガンイージ、ガンイージ、V ガンダムとガンイージ育てるのどっちがいいんだろう。バイオセンサーが1個増えただけじゃねえか。どうしようかな。まあ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 。ガンイージかな。多分 V ガンダムって、あ、でもなんか、わかんねえわ。わかんねえ。いや、ガンイージを育てよう。実はチラッと見て、ガンイージの強さを。チラッと見て。V ガンダムの装備はわかってんだよ。どうせボトムアタックとビームライフとビームサーベルしかない。こんなん一発しか使えないし、基本ビームライフで戦うことになるし、宇宙 A だしな、こんなん戦力になりゃしね。それに比べるとこのガンいいし、ビームバズーカ、なんだこれ、強すぎない？ビームバズーカ、声ごんがんね。なんなんだろうなこれ。ビームバズーカ強いんでね、ちょっと強くしていきます。ちゅってもさ、ここまで上げてみる？それはどうだろうな。そんな使わない機体のためにそんなにお金使っていいか？ガンイージ上げるやったらアレックスかな。ね、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 アレックスだよね。だってアレックス。だってアレックスは主人公の機体だもの。一つの作品の。でもか。アレックスのガトリンガン上げたってさ、そんなには強くなんねえよな。な、それ考えたら、それ考えたら、ガンイージのビームバズーカ上げた方が、得るものが大きい気がするんだよな。3650は強いぞ。全中域に使えるしな。悩む、めっちゃ悩む。こういう時に悩んじゃうのがダメだね。悩みまくりマンだから。とりあえずガンイージが落とされることのないようにしとこう。 V ガンダムもここら辺は一応ね、この辺の周りやつよくしとこう。ガンダムの限界も上げとこう。一応この辺も上げとこう。どうかな。どうかな。このどっちつかずな改造どうなんだろうな。で、アレックスの装甲を上げる意味ない。上げる意味ない。アレックスの武器上げとこう。なんでそんなにアレックスにこだわるのかよくわからんが。わしが育てたをしたいのな、わしが育てた。え、12万3000だっけ、覚えてねえな、あんまり。よし、これ行こう。あの、ジャイアントロボが稼いだお金がいくらだったかもう覚えてない、あんまり。水飲みます。あ、この辺か。それでは、ウッソ君だけこのアーガマに残るんだな。ええ、この缶は英雄語の所属ですし、どうのこうの。ウッソ。すまねえ、ウッソ。まあね、大人一人ついてた方がいいわな。なんでウッソはそんなにやる気なんだ。うん、エビン、ウッソエビン。いや、確かに彼は我々にとって戦力となるが、子供を戦争に引き込むつもりはない。
子供って結構いませんか、この間に。結構子供っていませんか、子供が結構戦ってませんか。例えばコンバトラー V とか。敵が現れたの。そんな、じゃあシャクティです。待て、君だけじゃ危険だ。敵？敵とは戦いは誰のため？でってね。お、サッと入ったね、今回は。いいよいいよ。サッと入ったのいいよ。シナリオはそんなに長くなくていい。パッと戦わせてくれ。あれ、またあれじゃん。リガミリティアじゃねえよ。なんて言えばいいかな。ああ、クロノクル中助けに来たのか。ジュピトリアンの女王。別に投稿すればいいんじゃない？若干1リアル若干1リアル。この落ち目の地球連邦のあれに至って、そのそういうことだよ。あのガンダム落とせ。確かに。しかし正直 V ガン微妙じゃね、ビクトリーガンダム。空 A で陸 B なのがちょっと嫌なんだよな。そのせいでさ、こういう地形効果を受けられないというかさ、それ微妙。それじゃ俺結局バイオセンサー誰につけたんだっけ。ガンイージかな。キャー、ジオの兵士だ。おとなしくしてもらおう。こちらも、こういうティアラな真似をしたくない。この野郎。あなたは、俺はネオジオに協力しているジュピトリアンの特務部隊ベスパのものだ。ベスパ。いや、私の思い違いか。先ほどは無礼をした。私は部隊に帰還したいだけだ。君たちに危害を加えるつもりはない。紳士。無駄に紳士。お、ついてきた。アーガモが来てくれたの。来てくれたの。ハッキー少ねえな。一応レベル、毎回レベル順にしてほしいな。ガンイージ強い。でもマーベットさんを育てるのは正しいのかどうか。クリス。マジンガ。コアブースター。メタス。回復要因は必要。回復要因、燃料要因、燃料要因、ガンイージ、エマ、アレックス、アムロ、ヒュッケバイン、コンバトラー V、おっと。エマ注意を外してコンバトラーゲッターかな。ちょっと悩みが出ております。悩みが。あと1分で来る。何か来る。さてなぁ、チャット行くぞ。チャット行くぞ、チャット行くぞ。チャット行きたいけど、正直やっぱなぁ、無理。いや、あそこに接近することに意味があるんかもしれん、もしかしたら。しらめき。あそこの建物のところに行くのが意味があるかもしれない。じゃないとね。当たるのか。当てれるのか。撃ってみるか。ピピニーで。誰かが興奮持っとったらゲッターか。興奮持ってるってことは、その程度か。聞かなすぎじゃない？落ちろ。
急に効かなすぎじゃない？避けてくれ。あの戦艦は結構エネルギー消費が激しいから、戦艦なんか動かないけど、激しくはないか。玉切れを待つっての待とうか、行こうかな。玉切れを待つっていう作戦もありかなと思ったけど、そんなことはないな。こいつは飛べないのか。え、飛べるよね。空 A だもんね。ガンイジ生きたいだと思うよ。なんか生きたいだよな、これ。あ、でも陸 B だ、これも。陸にいさせちゃダメだ。いいかなって思ったけど、陸 B はちょっとね、陸の地形適用が B なのはちょっといただけない。いただけないな。なんか新しい仲間は増えないのか。反撃不能はやめてくれ。V ガン微妙じゃね？やっぱり。いや、こっち。すごい煽り構図。やるのか、ビームサーベルで。どのぐらい効くんだろう。おお、避けた。あ、ダメだ。お前たちなんか。今どう見た、ビームサーベルの出どころ、手のところがシュシュって出てきたけど、かっこいい。どっちもかわすんかい。どっちも参考になら。だが、ウッソは仲間たちのためにひた走る。しらめき。ここに来てんじゃねえか。待機。なんもなし。なんもなしか。急いで意味なし。意味なし。変形、ゲッタワン、クチュー。倒せるだろうな。倒せちゃいけねえか。一応ホードライフでこいつ牽制しとこう。 92% 回復含めてもまあ大丈夫。当たったとしてもアフロダイ A で回復させれば OK。 僕だってやるときはやるんだ。どれぐらい。なめるな。悪いけど当たらないよ。当たらないね。しかし体力低いな。2700しかないままなんだよな。で落とせるといいけど、ダメだったらどうしよう。まあダメだったらのことは考えないようにして攻撃するか。まだ抵抗するのな。あ、でもやっぱあれだな、アレックスな BGM がこのガンダム BGM なのか、ファーストガンダム BGM なのか、ちょっと気に食わん、ね、強すぎる。バキバキクリティカルが出るから強いよ。ピピニーデンを落とすか。え、ここから当たる、もしかして。すげえ強くない。幸運があるでしょ。うまいことこの体力を削ることができたら幸運で一撃で沈められるってことだよな。いや、無理か。無理か。
それは無理ってなもんか。加速、加速、加速がない。加速がなんでないんだろうな。これじゃゲッタービームが当たんないし、ゲッター2、ゲッター2でドリルパンチ、ソーラーがちょっと良くねえな。当たんないし、んがまあ一発入れとくか。 79%、20%、20%、21% の確率で外れるけど、 21% ならまあね。弱っ弱っ、弱いんか。下手したらビビーネが強い可能性まである。暗い方よ、暗いっぷりよ。全然いけてない、全然いけてないけど。あくを許すなゲッタフフゲッ、ゲッタゲッタ。こ、幸運あるね、あるね、ありますね。結構みんな幸運持ち出してきたね。さてとどうする。加速がある、加速あるけど別に近づく必要ないか。コンバトラ部位に近づく必要なし、超電磁ヨーヨーで十分です。当たらない。超電磁スパーク、いや、いや、まあ必中かな、かな。1、2、3、ここで、ここで当たるけど、ここで当たるけど、食らったあとアフロ台で回復したいんだけど、ここがいいな。1、2、3、ここだな。ここは最高、ここは最高。いやー、考えて、考えて手を進めてるね。ビュイン、目が光る。長えんだ。そうやっぱそう、やっぱりそう。長え。ビュイン、超電磁ヨーヨーは長えんじゃ。時間計っとこうか。もうまあまあまあ、ダメージはちゃんと食らってるから、ちゃんといってるから、そこだけは信用できる。どれくらい食らう？これ。うわぁ、聞いてる聞いてる。地味にこのアフロ台を座っていくのが大事。メタスでもいいけど、メタスでも、メタスでもいいけど、ハイパーバズーカ、まあ死にはしないんじゃないか。うん、何でもなかった、何でもなかった。スマホが、スマホのツイッターとかのね、あれでもブルブルブルっとなるよ。ちょっと、あ、ツイッターとかフォローして、あー危ねえ危ね、ここでアムロが死ぬところだった。
ツイッターとかフォローしてもらっても全然構わないですよ。なぜか上から目線、そういう立場にある人間ではないはずだ。謎の上から目線と言っておこう。どうする？ひらめきか？ひらめきしたらまだ2回ぐらいひらめきできるか。ビームバズーカの威力見せてもらおう。ツイッターやってるけどさ、昔めちゃめちゃフォロー数多かって、そっからがっつり減らして、今落ち着いてるんだけど、いや、増えないね。増やそうと思うと増やせないもんだね。フォロワー数ね。これはYouTube の宣伝の機会にと一瞬考えたこともあったけど、まあ、そこまでなんか、そこまで YouTube 一筋にはなれんわ。Twitter は Twitter。なんか自分の好きなことをつぶやくみたいな場だよね。思ってることを適当にこう、備忘録的にな。使ってるからね。うにゃー、どうしよう。どうしよう。誰かのそばにいよう。ゲッターのそばにいよう。どうだろう。ゲッターのそばにいる必要なかったね。おほー。ネオジオンじゃん。ラカンダラカン。北欧のはずだ。ラカンあんまり好きじゃない。ラカンが好きじゃないというよりもマッシュマンが好きってだけだから。まあダブルゼータそんなに見てないけどっていうね。まずくないかこれ。一発なら耐えられるかな。回避した方がいいのか。防御。そんなに射程長い？射程範囲内に入ってくると思ってなかった。下手したらここでゲッターを失うことになるな。バカバカしい。めっちゃバカバカしい。こんなあれでゲッターを失うなんて。耐えてくれ！やばいな。やばいなんてもんじゃないぞ。やめてー！やめてー！これ当たったら死ぬぞ。怖っ。ゲッター死んだらもうある程度攻略できないマップとか出てくるぞ。ふう。怖い避け方するんじゃないよ。怖い避け方をするんじゃないよ。すごいな、この人たち。戦艦もなしに戦ってる。母艦もなしに。これ、地上に降りられるのか。このマップのことが知りたいんだけど、そうするとどうせんだろう。今いる地形ってどうやって調べるんだろうな。わかんねえや。まあ、いっか。こいつを迎撃しに行った方がいいのか。だね。ちょっと近づいてきてもらった方がいいよね。多分ここは一番ギリギリのところだと思うから。あえてゲッターには、底力発動しとるやん。5時から発動してるしね。これぐらいのところにいて、あ、ゲッタービーム射程1か。ここにいて当たるんだから1個移動しても、でも頭は大丈夫、多分大丈夫。これで一発当てて、おけない。いや当てられるかもしれないから撃っとこう。とりあえず撃っとこう。
ガンギージ。わからんな。いい感じで削るにはどうすればいいんだ。お、当たった。コンバトラかなって今一瞬思ったんだけど。いけるか。いけるか。いけないよ。そんなに弱じゃない。何をやっている。ダメです艦長。間に合いません。多分射程が7なんだよな、あのメガ粒子砲は。8。8? で、1、2、わかんねえ。1、2、3、4、5、6、7、8? 違うな。ここが8だと思う、多分。だから、これで。努力、幸運、ひらめき、ひらめきる?ひらめきる?ひらめきる?努力、こう、必中いる?外れた時のことが悪い。怖いから、必中はつけとこう。ひらめきもしとくかな。ひらめきより集中の方がいいかな。ゲッタービーム!で、これ倒した後はアフロ台で。レベル上げに使わせてもらう。レベル上げマシーンと勝たせてもらおう。程よく体力減ってるしな。くらえ、くらえ。ゲッタービーム。こんな風にいい感じに声がしゃがれない。いや、どうだ、あ、どうだ。しまった。強。そうか、作戦失敗だ。これじゃコアブースターのレベル上げが。お金も、お金もいっぱい、お金持ち。死んだ、死んだやらだしないとしておうち違いだな、おうち違いだな。これのレベル上げで、これをこうあれして補給したいところだけど、コンバトラブイだね。あ、でもここいたらダメだ。まずい、やっちまった。またこれに撃たれる。しゃあない、しゃあない、切り替えていこう。こいつらの的になってもらいたいんだけど、こういう感じで適当な配置で。でねー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 、空を許すな。ゲッタービーム。うろ覚えがすぎる、うろ覚えがすぎる。ほい、ね、やっぱそうなるよね。てんてれんてんてん。もうね、スパロボなんてさ、スロボさんは別のことをしながら、テレビ見ながら、ふんふんって感じでやるべきじゃない。こんな真剣にやっていいものだろうか。真剣とは。さあ、カミーユの出番ですが、ビームライフルしか当たらないか。ちょっと位置が悪いな。
ガトリング当たらない？当たらないな。森から出てきてくれんことにはな。森から出てきてくれんことには。もう一歩下がるか。森の中にいてもやればいいんだけど。青いね、ビームが。ビームの色が青いね。こういうビームの色ってさ、あら、結構効いてる。ビームの色ってなんで決まってんだろう。どういう理屈で色が決まってんだろうな。あましよく分かってないけど、青だったり赤だったり黄色だったり緑だったりね。その出力の強さとか波長とかそんなんじゃない。やっぱガルス J のこのあれに関してもさ、いろんな方向から打ってるな。それはこのスパロボの一つの魅力っちゅうかなんちゅうかさ、戦闘シーンをスキップさせないでいいね。いろんな方向から楽しめる。いろんな方向からさ食らったりするのもどしそれはやっぱり実況向きなのかもしれない。このスパロボアルファ、オードリームキャストがね。いい方だよ。ちょっと邪魔だな。邪魔っていうか、存在が必要がないな。嘘はわかる。ハロが邪魔だ。ハロが意味ないな、あんまりな。こいつが射程、ラカンが狙ってきてるのか。1から6か。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。どこか。一歩下がるか。一歩下がろう。ほい。これだけのこと。かな？うん。これで OK かな。これでみんな近づいてきてくれるよね。おかしいだろ、これ。誰を狙ってんの？ここ？これ？ここ？ほう。射程ほんとほんとほんと長射程だな。このビームバズーカ。当たらないことだけが難点。アウロに乗せようかな、ガンイージ。うん。ちょっとなんか多分大丈夫。多分こうかな。みんなで直そう。みんなで直そう。ゲッターロボ直すと言いながら直すと言いながらどんどん気力は下げていく。射程が気になる。16だもんな。こいつの武器はコンバトラーの武器の最大射程は5か。5か。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。狙撃使っとく。必中ある。まだある。狙撃使うことじゃないだろうと思う。
じゃあここかな。ここ、よし。よし。まだある。まだある。まだ回復に使える。よし、こんなとこでしょう。思うように動いてくれてる敵が。でねねねあ、どん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 アレックスに打ってもらうか。こいつでどうだ。にちゃんの釣りすれを見ていく。岡山の釣りその19、全然スレが動かない。こういう釣りのスレってさ、語るけどさ、もう嵐が湧いて湧いて全然情報が得られないんだけど、どうなってんの。生の意見の欲しい場っていうのがあるじゃんね、匿名のね。そういうのがもうことごとく役に立たないっつうか、ひどい。それでいいのかって思っちゃう。にちゃんのありようが問われる。ひらめき？ひらめき？ 75% 集中。ひらめきはまだあるんか。かかったままなのね。かかったままなのね。匿名の情報で、まあ大体ほぼほぼ嘘だと思っときゃいいけど、それでも嘘じゃねえ、これを信じてみるかっていう面白さ。その全部本当のことだと面白くないよね。取捨選択して嘘か本当かよく分かんない情報を信じていく、そして釣られてもいいみたいなところくらいか。なんかもうね、その情報が全て正しいと思ってるのはダメだよ。それはね、全てにおいて言えること。それもテレビであろうと、新聞であろうとね、送られてくるメルマガだろうと、人の話だろうとな、ね。全部ね、本当と思わないという力というか、大事だと思うんですよ。思うんですよ、語りますけどね。その中に随分放り込まれていたから。その中で修行を積む。修行か、あれ。あれが修行と申すか。当たるなら当てたい。45%。当たるなら当てたい 45%。59%。ほんとね、なんか当たんないな。ブライト当たんないな。こっちというかまだ当たる。2ちゃんじゃないな。今5ちゃんか。5チャンネルのね、嘘か本当か分かんねえような情報をさ、バーッと、それが、そんなもんだよっていうね、あらゆることについて、情報の正確性、嘘かもしれんっていうの。お、当たった。嘘かもしれんっていうのを、信じるときも、信じたり、信じなかったり、騙されたり、釣られたりっていうのが大事だと思うわけですね。そういうのが出ないで、スマホを落として、そういう情報の出ないのは良くないと思うんだ。釣りのスレなんか潰されちゃうね。嵐なんかによって潰されちゃダメなんだ。正しくなくても別にいいじゃないかっていうのはね、匿名性ってのは大事だと思う。ほとんど意味のないことなんだけど、匿名性の大事さなんだな。本当に意味のないことなんだけどな。でも、それでも俺は大事だと思う。当たるんかな？当たるか。当てられるもんなら当てたいけど。いやーでもどうだろうな。ワン、ツー、スリー、超電磁ヨーヨーは当たるけど、
倒すまではいかんな、どう考えても。甲冑でビームライフルとかも当たんないしな。ビームバズーカなら当たるか。当たんない。微妙な位置にいるね。ゲッターが、マーベットさんに倒させるのがまあいいでしょう、幸運があるから。ただし、ただしわずかなターンのうちで倒せるとは思わん方がいいな。カトリンガンは当たる、 100% で当たる、 22% で受けられる。これで2000ぐらい減らして、なんかみんなで寄ってたかって、みんなで寄ってたかって、1000以下ぐらいになったらマーベットできるか。1000以下、実際にこれ実況撮ってなかったら、あのね、クイックセーブしてるところだな。落ちろ、うん、4622。超電磁スパークは当たらない、絶対当たらない。超電磁を当てとくか。 84%、 あ、まあ外れないでしょう。 84% 外れないでしょう。ブイブイブイ、ビクトリー。いろんな角度で超電磁を楽しんでいただいて。一応後ろに回り込んだりしようとしてるのかな。倒すだよ、倒すよ。ギリギリ残すぐらいがちょうどいいぞ。ギリギリ残してる。ギリギリすぎるな。ギリギリすぎてないな。あの1000ぐらい、1000ぐらいが削れてくれないと。どっしん、ピキより。しかしこのスパロンアルバって割とぬるいよな。ここまでやっといてなんだけど、割とぬるげー。集中、手加減がある。集中？そうだな、集中でいいな。まあ集中でいいなってこともない、集中でいいなってこともない。ここしかいられないぞ。だったら、こっち？こことか。ここでもいける。ビームライフル 100% だから、OK。OK かな？どうする？マーベットさんの待った方がいいかな？もう一旦、それともこのターンで沈めるためにガンダムで一発当てとくか。多分倒せない。いやーダメだ、いやーダメだ。いやでも分からんな、集中かけとき当たんねえだろ。まあ、ヨシンバね、倒したところで、アムロが倒したところで、まあまあ、それはそれで OK ってことにするか。
それはそれでオッケーってことに。倒せなかったら、まあ倒せなかったね。え？倒せなかったら倒せなかったで。クリティカルで400とかしか食らわんのだぞ。ねえ、2%だったよ今。2%だったよ今。いやいや、あの分離があるからコアファイターだけになるなるなるよね。いやーよかったよかったアムロ消えるのはちょっとアムロ消えるのはまずいでしょ。あ、ビームライフルも強いね。ガンイージのビームライフルは、これはこれはこれはいけるでしょう。本当はもうちょっと削りたいけど、もうちょっとの削りができるやつがいるけど、手加減じゃないしな。よし、これでこれで落とす、これで落とす。ここまでよ。どうだどうだ、なんでそんなに弱いんだよもう幸運要員いないじゃないか。いないっけ。あ、いる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 よね。危ねえ橋を渡ってんな、おい。危ねえ橋を。信頼使えるけどな、一応。主人公がな。まあ大丈夫、これで大丈夫。これで難は逃れた。まあゲッターなら倒せるけどね。まあ防御でしょうね。幸運使えるのはコンバトラーしかいないから、コンバトラーで幸運かけて落とす。それ以外に手がないね。当たったところで1000ぐらい。819。シャコイヤ、シャコイヤ。インメガ粒子砲って 85%。 こいつでどうだ。寝る前にスマホを見ながら寝るぐらいやったらドリームキャストでね、ドリームキャストでスパルバルバをやって寝ましょうという健康法を提唱していこう。まあ、もうね、眠くなるから。もう眠たくて眠たくてしょうがなくなるから。さすがにできるな。当たるけど効かないね。お、必中？いいじゃないですか。必中は、必中はいいよ。必中はいいぞ。これわざと手のこう伸ばすのになるのかな。悪いけどあるのかな。僕がやらなきゃダメなんだ。いかん。うん。やれる。うん。
てない打てない、打てるやつがいない。幸運、手向けの花として超電磁スパークでやってやろう。集中が欲しいな。集中、必中しかないんだよな。必中でいいや。でいいのかな。いや、回復要因としてやっぱこっちに送り込んでおこうか。やっぱヨーヨーになっちゃうね。努力もしとくか。努力努力努力。ほい。もう本当あれだな、本当あれだな。コンバトラー無双とかしてるな。もっとコンバトラー優遇っていうか鍛えた方が良かったかも、良いかもしれない。投げ昨今のスパロボの必殺技ぐらい投げ、超電磁用が。2、3発で終わっていいんだよ。あとあのスパロボのあれにありがちな、あの敵を倒した時だけ出るモーションみたいな、あれもっと増やすべきだった。こうバシバシバシっといってこうね、シュタッとこっちに来てみたいなね、敵を倒した時だけモーション。しなくていい補給、あれそうなんか、しなくていい補給はレベル上げに使えないのか、知らんかった。どうすっかな。一番怖いのはこいつだけど、ドライセンだけどな。怖いとこからどうした方がええとは思うが、バトラー V、とりあえずデタラメに打っとこう。意外に効かない、意外に効かないね。あんな遠くから攻撃してくるのか。ガンイージに関してはそれは言える、本当に遠い。さてどう皆さんを料理していけばいいんですかね。皆さんをどう料理していけば。カミーユならもう全部当たんないからな。でも嘘を見るとね、嘘のパイロット能力ってね、格闘寄りなのよね。格闘寄りなのよね。だからもう格闘技でどんどんこう詰ましに行きゃいいと思うんだよ。格闘というかそのビームサーベルでね。それが正しいか正しくないか置いといて、それはガンイージーにはできないから、ウッソをガンイージーに乗せるのは間違いなんだろうなって気はするんだけど。やってみる。このハロってさ、
あ、加速覚えてる。ハロって何なんだろう。つけられないのかな、ウッソ以外に。とりあえず置いとこう。これは下げといた方がいいと思う。危ないから。ほいで、必中努力、努力必中レベル20。ラカンのレベルは17ぐらい。20。ちゅうことを考えたらあれかな。これで削っといて。でもヒュッケバインだとチャクラムシューター使ったとしてもチャクラムシューター使ってあげたくないっていう欲が。遊びでやってんじゃないんだよ。ぶち切れとる。一番の理想はこのアレックスがクリティカル叩き出してなぜか死ぬが一番いい。うわぁ、いいダメージ。似たような攻撃の方法だな。そう簡単に。もっとなんか表現の仕方がないんかな。あの直線に卵を取って飛んでいくのちょっと間抜けじゃない？ちょっと間抜けじゃない？ダメだ。ここまでだった。もうね、勝ってる。もう勝ちはほぼ手中に収めてるわ。これじゃあんまりやだな。盛り上がるパッところがないな。このままダラッと勝っちゃうね。ピンチになるシーンがね、嘘吹いていくけど、ピンチになるシーンはね。ここかな。回復しといた方がいいと思う。倒せてしまうな。まあ倒せてしまえばいいか。どっちがいいんだ。カトリンカはほぼほぼ永遠に撃てるぞ。ほぼほぼ永遠に撃てる。観念するんだな。他の攻撃見たかったな。ドライセンの結局これだけしか見てない。たたたたたたた。ちょっと退屈だよな。早いから好きだけど出が早いから。この俺がバカな。気合？なんで気合？あ、チョバマーマーだ。もうチョバマーマーいっぱい着込んでアレックスにしようかな。とどめ。見えるっていうのはニュータイプ特有のに避け方のようなイメージがあるけど、なんかニュータイプでも何でもない人が見えるって言って避けてたら気がしたな。なんだっけ、マーベットさんかな。おっ、まずい、このままでは。無双だな。神無双だな。受けてみろ。
水を飲もう。水を飲もう。このもう一押しがな、なんかダメージがこう決まってんだろうね。決まってる部分は決まってんだけど、決まってないところはあんま決まってなかったりして、ふわふわしてる。もうちょっと記憶が上げたいんだけど倒せないし、たとえクリティカル出ても倒せないという状況が続くな。ズサって確か変形するんだよ。変形形態があるんだよ。あんまりスパロボじゃお目見えできないけど、確かね、確か変形できたと思う。背中のあのここのところが角みたいになってんじゃん。これでなんかこうメタスみたいな感じ。このままでは頭が丸いのかな。なんかかっこ悪いけどな、コブダイみたいで。あ、先に君が、先にこのズサが先に攻撃してくれたらもっと簡単に他のやつらも倒せたのにな。な、避ける。どんどん神が強くなっていく。この分で気力が溜まるから、これで溜まった気力で多分もうじゃない、さっき戦ってきたズサとかクリティカル一発でこれが倒せるかどうかだな。あ、当たんないのね。当たんないのね。これ防御反撃してみたい。当たってみよう。あえて一発当たってみよう。てか全部あえて一発当たりに行き続けたらあれだったな。もっとこんなめんどくさい話にならなかったな。10ぐらい。こんな攻撃効くもんかよ。めっちゃ硬い。遊びでやってんじゃないんだよ。めっちゃ硬い。これチョバマーマー装備アレックスとかにならんのかな。聞かねえな。なんでか聞かなかったな。わからん。この辺がよくわからん。バルカン。ほんまにこれ倒せるんか。あえて一発食らってのバルカン。食らってのバルカン。硬いなアレックス。ほんと硬いなアレックスって言ってるけど、そのうちアレックスよりも硬い機体が出てきて、そっちに称賛するんだろうな。バルカンっていいよな、割と。バルカンめっちゃ強くしてなんか戦っていきたいな。ウィングガンダムゼロカスタムだったらバルカンで戦ってる射撃武器。ウィングガンダムゼロカスタムに限らんか。ウィングガンダムはもう全部それが武器らしい武器がないもんな。あの機体はなんかここで無駄に戻っただけか。これじゃあ無駄に戻っただけか。これじゃあ俺裏があった、やったぜ。あ、でも撃てる。メインメガ粒子砲撃っとこう。88なんて半端なことはしない。 100% のメインメガ粒子砲を見せてやる。ていていてい。もうちょっとね、早く終わりそうな感じもしたんだけどね。よし、メガ粒子砲を撃て。オーバーキル。
なんかあの、なんだっけ、ガンダムスピリッツ。G ジェネシリーズのガンダムスピリッツだかなんだか、そんなのやった覚えがあるのだけれど。それなんかオーバーキルのシステムがあったよな。よくわからん、オーバーシステムと、オーバーキルのシステム。オーバーキルだとなんかお金が多くもらえると、その、神の射撃が強化されていっている。そしてあるのは気合。強くはなってんだけど、なんか、気合はちょっと違うよな。気合はちょっと違うよな。まあまあまあ、まあでも、せっかくだし使っていくか。どうせこのターンで全員倒す。一番遠いところから全部倒していく。ここから。多分倒せると思う。クリティカル出ない。出ないけど、まあ。まあまあ。この使いやすさを考えると、やっぱね、アレックス強くして使っていきたいんだよな。アムロに乗らすか。アムロに乗らせば、ちょっと納得できるわ。この BGM も。で、ウッソも使っていく。ウッソも使っていく。使っていきたいけど、ボトムアタックぐらいしか。まあいいか、倒せないよりはいいか。ボトムアタックで倒した分のお金は請求されないよな。多分確か。ないけどな。そんな使い方。まあ原作ではやってんだろうけど、もったいなさすぎるよ。その修理費は普通にビームサーベルとかビームライフルで倒せばいいのに、わざわざ使う理由は、まあ今だからって感じかな。まだ2体しか倒してない。ゲッタートマホーク、トマホークブーメラン。チャクラムシューターで倒したくない病があるから、123歩123、4、5、意外に当てられるか。いや、意外に当てられないか。加速だけか。狙撃が間に合うわ。ここまでしか行けない。ゲッターのトマホークで沈めるか。ちょっともったいない気もするけど。ゲッター2とか別に育てる必要ないしね。ゲッター1だけでいいでしょう。 77% 外れたらヒュッケバインでいく。ヒュッケバインのチャクラムシューターでもいいやってなるけど、多分当ててくれる。 77% トマホークブーメラン。どんな当たり方したんだ。ブーメラン要素がないぞ。それじゃただトマホーク投げただけじゃねえかよ。トマホーク投げただけじゃないか。もう1時間もやってる。さすがにもう眠気がマックスだな。こ
これを小分けにしてさ、20分とかの動画を3本とかにすることもまあできなくはないんだけどさ、見ないよな正直。そんな細切れにされたってさ、まあ1本だからって見ないんだけど。ね、これが1時間の動画だからって見ないけど、20分ごとになったところで見ないよな、一層見ないよな。進展なさすぎるし。叱るでしょう。なだめてもしょうがないです。いい加減にした方がいいよ。めっちゃ攻められてる。頑張って戦ったウッソが性格ひねくれるよ普通な。ついでにオデルをあれなのか、戦闘要員として使っていいのかな。すら確保できてない。一旦極東支部に帰還しよう。偏見中佐の部隊もそろそろ降下してくるはずだ。カラバと接触。うん、うん、人材が欲しい。人材を求めてカラバと接触。ほう、まあ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 、じゃあもうここまでということでね、今回はまあ話を進めていってるって感じだな。長い長いお話を進めていっております。まあ次もまた上げていくので、ほなまた、ささっと終わっていきます。ほなまた、ちょっと待てよ、ちゃんとセーブしたところだけセーブしてから終わりゃいいんだよ別に。このセーブのやつがね、失敗することがよくある。ほんじゃまた達者で。